に何もやってない人っていっぱいいるんですよね。こういうのやりましたじゃなくて、そのプロセスが一番重要で、だからガクチカはみんなにあるって言ってる。納得しちゃったー、悔しい。どうも、しゅんです。こんにちは。今回はワンキャリアさんとの動画なんですけども、前回多田さんが学生時代頑張ったことがない人はこの世にいないっていうような発言をされてて、そんな強く言ったの？この世にいないっていうような発言をされてて、強烈やな。で、僕そんなことないと思うんですよ。視聴者の皆さんの中でも、やっぱり学生時代頑張ったことがない、強いエピソードがないっていうような学生さんって多いと思うんですよね。そういう悩みを持っている学生さんにとって、この動画を通じて少しでも勉強になったらなと思っています。でですね、多田さん、前回、はい、学力がないし絶対ないと思うんですけど、僕そんなことないと思ってまして、はい、例えば、ね。何回も言うね。反論が。言い過ぎたかな。言い過ぎたんちゃう？どうなん？いくつかの一般的な大学生、まあ、それこそ僕、金沢大学で、はい、友達、もう僕も含めてですけど、Netflix とか一日中見たりとか、うん、本当に何もやってない人っていっぱいいるんですよね、うん、っていうのを多田さんに伝えに来ました、僕は今日。なるほど。例えば大学3年生エス太郎の一日っていうと、うん、まあ朝起きますね。朝6時とかもう本当は2時とかでしょうね、2時とか、うん、でも来て朝ウォーキングして朝ごはん食べて大学行って、大学終わってバイト行って帰って寝るっていう、こういう生活の人が多いと思うんですよね。なるほど。で4年間終わるという。どこをガクチカにすればいいんですか？いっぱいあるでしょ。だってウォーキングもあるし、うん、バイトもあるし、うん、シャワーは多分ならないけど、うん、おそらくな、大学もあるしそうだけど、うん、ちなみにじゃあ僕 YouTube 始める前に、うん、セブンイレブンでアルバイトしたんですよね。聞いたことない。でアルバイトってほとんどの人してるじゃないですか、うん、学生時代頑張ったことで売り上げが例えば 10% アップとかって自分の成果かも分かんないし、とりあえず言ってるみたいな人多いと思うんですよね。どう思います、それについて？めっちゃ詰めてくる。まずは前言ってしまったんだ。まあ売り上げ 10% 上げたっていう話も論拠の詰め方によるなとは思うんですけどね、うん、実際売り上げってお客さんの数とあとはどれだけ購買してくれたかって割合と、うん、あとは単価みたいなの決まった時に、うん、自分がどこに寄与したのかってところをちゃんと言えたら問題ないかなと、うん、だから 10% のロジックがあれば問題ないかなと思うんですけ ど、 なるほど。 10% っていうのを何もわからない状態でポンって言っちゃうから後で困るっていうだけだと思うんですよね、うん、僕。確かに狙いがあって学生生活を過ごしてる人って少ないと思うんですよね。例えば学知会に言えそうだからとか、もしくはこういう意図を持ってアルバイトに挑んでる人、例えば売り上げ上げようと思ってバイトしてる人なんてほんの一握りだと思ってて、多くの人はなんとなくやってるっていうのが多いと思うんですけど、そういうのでも結果的に伝え方次第で学知会になるっていうことですか？ああ、なると思います。給料を上げるためにどういうことをやったのかとかでも全然いいわけじゃないですか。組織の改善の話、結果は出てないけどこういうふうな改善をしましたっていうのでも全然いいわけじゃないですか。数値があった方がいいっていうのはもちろんそうなんだけれども、出ないものの方が多いっていうのが社会通念上、まあ、あるんですよね、うんうん、その数値にこだわりすぎて自分の頑張ったことをねじ曲げてしまった方が僕はまずいと思って、うん、そう、後で困るんですよ、ねじ曲げたら、うん、大概は嘘ついてやったら突っ込まれて、それに会話が追いつかなくて落ちちゃうみたいなのになっちゃうので、うん、だからそんなに作り込みすぎて嘘ついても意味はないかなと思って。改めてお二人に聞くんですけど、うん、学知科は全学生あるものだと思われますか？あると思います。あると思います。評価しているポイントが、学知科イコール他の人がやっていないような新規性だったりだとか、うん、大きな課題を解決したというインパクトの大きさ、いや、これが大事だみたいな、そう、多分前提があると思うんですよ、はい、ただ僕らからするといやそれだけじゃないっていう感じです、うん、もちろんそういった新規性だったりだとかインパクトの大きさが大事なところもあるんですけども、それ以外にも業務の中とかってちょっと言い方悪いかもしれないけども、必要最低限のことをしっかりとムラがなくこなせる人材が必要なんですよ。確かに。それはそうですね。ね、もう会社経営してるから分かりますよね。なんか経理だったりだとか、まあ、総務だったりだとか、もしくはもう事業のビジネスモデルができていて、あとはこれをちゃんと円滑にお客さんにサービスとして提供する。これってなんか新規性だったりとかインパクトの大きさっていったところよりも、ムラなく、そつなく、物事を回していける、円滑に回せるっていう力が大事なんです、ね。確かに。例えばセブンイレブンとかってコンビニチェーンの中にもすごい仕組み化されていて、難易度高いって言われてるんですよ。
か、うん、研修がなんか難しいだったりとか、うん、他のコンビニに比べてオペレーションが結構整っていたりとか、うん、それを普通に回せる力を持っている人ってそういった業務守りの部分をちょっとこなしていくという力を持っている人材なんですね、うん、会社がそんな人材を求めているとすればそれは十分学者としてアピールできる部分なんで、うん、僕らからすればそれを話せばいいんじゃないですかっていう、うん、感覚になるみたいな、うん、学生からしたらすごいエピソード持ってないとやばいんじゃないかって思っちゃう人は多いと思います。さっき言ったインパクトの新規性、うん、この2つの話って多分内定者数がめちゃくちゃ少ない会社だったら重要視されるかもしれないですよ、うん、それはそうじゃないですか。難易度ってあるんでやっぱり、うん、その中でね就活生が40万人から50万人いる中の数十人しか内定取れないところってなったら、うん、新規性も求めるしちょっと牽制なものを求めるじゃないですか。僕が思うのはプラスで必要なものっていうのが再現性の話だと思うんですよね。実際こういうのやりましたじゃなくてそのプロセスが一番重要で何が課題で何が原因で何を打ち手として打ったのかっていうことが分かりやすく伝わることの方が僕は一番重要だと思うし、だからガクチカはみんなにあるって言ってるんですよね。超優秀層が集まる超人気企業ではなくて自分が行きたい企業の第一志望群に入るような企業だと今持ってるエピソードをちゃんと話せるようにしたりとか深掘りすることである程度戦えるっていうのは大事な視点ですね。そうです、そうです。残酷なことに実績をちゃんと出してる人っていうのはいるわけですよ、うん、もうこれは社会の縮図なわけですよ。確かにそこばっか見ちゃうね、うん、どうしてもね。そうそうそう、トップオブトップばっか見ちゃっても意味がないから、うん、そうではなくてちゃんと自分が語れることをちゃんと土台を作りましょうよっていうのがまず大事なので、うん、そうなった時にガクチカって別にないわけじゃないでしょ、うん、だってアルバイトやってるし課題何だったのかっていうところもちっちゃくてもいいから何かやってるはずなんですよ、うん、その原因は何で解決策が何なのかってところをちゃんと分かりやすく伝えれば僕は再現性があると思うので、うん、実際仕事ってそうじゃないですか。やっぱりそうですね。だって目標があって、うん、足りてないからなんか課題抽出して、うん、で原因探って解決策を実行するっていうのが仕事なんで、うん、学知かも一緒だと思うんですよ。本来はそういったようなビジネスの中で自分がアルバイトでどうやって成果を出したっていう再現性、それ再現性を仕事の中で活かせますよっていうことをアピールする、そのためにこの力なんですっていうことをアピールすべきなのに、なんか間違って成果を数字で表しましょうっていうことだけが一人歩きして、うん、売上何パーセント上げたんだ 20% だっていうふうな、なんかインパクトの大きさでアピールしようとしてるから、うん、本来持ってる強みとアピールの仕方が噛み合っていなくて、うん、あの面接官からすると突っ込み放題、そのインパクトの大きさで言ったらもっと大きい人いるしなっていうふうな、なんか相対比較もできるようになっちゃう。それぞれやっぱ不利ですよね。どう伝えるかっていう部分をちゃんと磨けばなるってことですね。そうです。重要なのは多分この前はレビューって言いましたけど、はい、そのレビューの仕方だと思います。課題は何なのかってどういうふうにレビューできるのかとか、原因が何だったのかっていうところをちゃんとレビューできる、解決策何やったのかっていうのを振り返りできるってことの方が重要だと思いますね。確かに。今の話の過去のエピソードとして買いたいものがある時だけ単発のバイトをよくしてた人であったりとか、まあ、単位のために田植えのボランティア、ボランティアしたら単位もらえる授業とかあるんですけどっていうようなボランティアをしてたりとか、まあ、大学の授業は休みなしで成績は B が多いというか科が多いっていうような、こういったエピソードでも十分伝え方次第とかでは学生時代頑張ったことにできるっていうことですか。うん、できると思いますよ。買いたいものがある時だけ派遣バイトも、実際派遣バイトって複数やってることの方が多いじゃないですか、うん、ってなったらスケジュール管理必要になってくるじゃないですか、うん、どこに応募してどういうところに行ってっていうのもちゃんと管理した上で、うん、目標の買いたいものの金額から逆算したっていう話もできるじゃないですか、うん、単位のための田植えのボランティアに関しても、うん、田植えのボランティアっていうものがどういう目的があってやっていて、それに対して今の田植えに関してはこういう現状なのでこういうことをやっていきましたっていう話にもできる。で、大学の授業休みなしってすごいじゃないですか実際、うん、これって普通の学生だったら基本休んでますよ、うん、基本休んでるけど休みなしにできるっていうことをちゃんとアピールするんだったら、それを休まないようにするためには何をやってたのかっていうことをちゃんと伝えればいいと思いますね。これって例えば買いたいものがあるだけっていうところって前提の中に深層心理というか、僕継続性がないんですとか、うん、なんかコンプレックスみたいなものちょっと見えた、うん、嫌ですね、うんうん、でもそうじゃないですよ。人とは面接官って、その派遣バイトの中でどうやって成果を出そうと取り組んだのか、
ですね、うん、だから例えばその派遣バイトが何でもいいんですよ。なんか体育館にいっぱい椅子を並べる仕事、イベントごとの仕事とかでよくあるじゃないですか、うん、そういった時とかに椅子を並べるって単調でつまらないと、早く終わらせるためにどう効率的にやったかっていうところで、うん、なんか自分のモチベーションの保ち方だったりとか、椅子を効率的に均等に並べていくために自分はこう工夫していたみたいな、うん、周りの人はこんなことやってたけど僕はこう工夫して効率的に並べることができました、でもいいんですよ。確かに。もうちょっとこの大学生活全体で見ると点のエピソードにしか見えないと思うんですけど、うん、その派遣バイトのその一日のことにちゃんと焦点を当ててみると、その中でいろいろ自分なりに創意工夫したポイントってあると思うんで、それをちゃんと話せるようになれば面接の中で会話って成り立つし、うん、そのエピソードを通じて人事もあこの人こんな力持ってる人なんだなってことが読み取れる。なんか悔しいな。ちなみになんですけど、はいはい、今のお話でレビューが大事、つまり今あるものをちゃんと見返すこと見直すことが大事ってすごい分かったんですけど、うん、見直し方のポイントとかってありますか？僕はもうシンプルに言うなら分解だと思います、うん、この買いたいものがある時だけ派遣のバイトって岩に近いんですよ、うん、やってたこととしては大きなものに近くて、それを砕いていく作業をしないといけないですよね。派遣バイトの中でも複数あるわけじゃないですか。その中で自分がやってきたことって何なのかって洗い出してみたら、なんかいっぱいやってたなみたいなのが見えてくるかもしれないじゃないですか。基本的には大きいものを分解していったら何かが見つかる。データ分析とかのと一緒で、うん、大きなデータをちっちゃなものに分解していったら、ここは得意点があるなとかが見えてくるわけですよ、うん、で同じことなんですよね、ガクチカも。じゃあいいですね、うん、要素分解するってことですね。そうです、そうです、うん、要素分解が分からなかったら、あなんか分かんないけど派遣バイトってめちゃくちゃ大きいなっていう感覚だけ持ったらいいです。派遣バイトってもなんかいっぱいあるじゃんみたいな、うん、だけど自分がやってきたのここじゃんみたいな、これやってきたこれやってきたこれやってきたみたいな、もっと分解できるなみたいな、さらに業務内容に分解できるなみたいな、うん、っていう風にちっちゃくちっちゃく細かく分解してたら絶対あるはずです、うん、なるほど、うん、いやその時の状況とか情景を思い出しながら鮮明に思い出せるぐらいに分解して吐き出すっていうことですかね。多分イメージしてるの複数あると思うんですよ。高級バッグ買いたかった時に派遣バイトした時もあれば、うん、派遣バイトの中でも複数あるわけです、うん、分かりやすい ES とか分かりやすい面接の傾向だとかを聞いたり見たりすると頭の中に情景浮かぶんですよ、面接官としても、うん、同じ絵が描けている時ってあの面接もすごい噛み合うけども、うん、派遣バイト経験者でさっき言ったみたいな体育館に椅子を並べることしかやったことがなかったら、うん、僕がその派遣バイトという文字を見た時にあの情景が浮かんじゃうんですね。けどもしかすると意図しているものって工場の中で刺身にタンポポ乗せる作業かもしれないじゃないですか、はい、これめっちゃさまつな話だけども、こんな風に喋っている内容って食い違いが起きてしまうからこそ、うん、ちゃんと伝わらないんですよ基本的には。自分が経験してきたことと相手の頭の中にあるものをリンクさせることができればちゃんと分かってもらえる。確かに、うん、第一ステップとしてまず分解するっていうところがあると思うんですが、分解した後の伝え方の部分で気をつける部分、まず一つは強みっていったものを見つけた際に、相手の企業でその強みっていったものが発揮できるか、これから受ける企業がその力を求めているかどうかっていうのが大事なんですよ、うん、企業ごとによって求める人物像と違うからこそ、相手の企業がどんな人材を求めているのかな、相手の企業の中で業務ってどんなものなのかな、うん、その中で必要とされる力って何なのかなをまず読み解く。そこに対してアピールできる自分のエピソードの中で見つけた強み、身につけた強みって何なのかなっていうことを探せばいいかなっていうことですね。例えば相手の仕事が、まあ、一周決まった期限に対して決まったオペレーションをしっかりと回すと、期限をとにかく守るっていう、そういったきっちりと決められたことを守るということが大事な仕事の場合って、アルバイトの中でそういったことをやってきましたと、もしくは仕組みを作ったということがアピールできるかもしれないし、けどそうじゃなくてお客さんに対して新規性の高いアイデア企画を生み出す仕事ですってなった場合には別の運動ができなきゃいけないし、うん、自分を探ると相手を探るっていう、うん、どちらの姿勢も大事だなと思いました、うん、僕大学生活で大学1年生から2年生まで1年間餃子の王将でバイトしてたんですよ、はい、まあ、ぽいって言われるんですけど、確かにぽい、大正感出てる、バイトリーダー感出てるな、ホテルいいとかって言ってたんですよ。その時のエピソードをじゃあ企業にどう話すかっていうことを決めてもらったんですけど、はい、僕餃子のバイトしながら一番最初ホールスタッフだったんですね、はい、いわゆるあの商品を提供するってことをやってました、うん、でそこから洗い場に移動になったんですよ、はい、で結構なんか汚いなと思いながら洗い場やってたんですけど、そこで酢豚めっちゃ嫌だったんですよ、うん、なんか酢豚のあのタレってなかなか汚れ落ちないんですね。でその上に皿乗せられてきたらめっちゃうざかったんですよ、はい、皿の裏に汚れつくやんみたいな、うん、でそこを経験したホール戻ると皿の回収の仕方変わったんですよ。後の工程でなんか嫌だってことが分かったんで、皿の回収酢豚を一番上にしようとか、うん、汚れ物重ならないようにしようとか
できたんですね。でその後僕揚げ物で唐揚げ揚げる仕事になったんですよ、はい、でそうすると揚げ物を提供するためには唐揚げ乗せる用の皿がないと何も提供できないんですよ、うん、で今後また洗い場入った時に唐揚げの皿減ってないかなと気にして働くようになったんですね。でそれを全部経験するとホールの時にはどの皿下げればいいかとか注文を見ながら調整できるし、下げる時にはなんか皿の片付け方気をつけるしっていうのが、他の職種 の働き方を意識した仕事ができるようになったんですよ。このエピソードってメーカーとか商社にめっちゃ刺さるんですね、はい、なぜかっていうとメーカーってトヨタが残した言葉なんですけど、後工程はお客様、前工程は神様っていう言葉があるんですよ。前工程は自分たちにはできないことをやってくれる神様と、うん、後工程は自分たちが作った仕事を渡す工程なのでお客様のように大切に扱いなさいと、うんうん、から前提としてさっきみたいな職種違うけれども関連し合っているって考え方あるんですよ、うん、だからそれが評価されるかどうかは分からないけど共感は絶対してない。確かに僕飲食店でこんな風に働いてたんです、こういうことを意識して下げ物とかをやっていましたっていうことを伝えると君仕事分かってるねという風になるっていう、うん、なる、うん、YouTube も一緒ですね。ちゃんと編集する人のことを考えたら会話被らないようにしようとか、うん、なんかガーッと喋るんじゃなくて一回間を作ろうとかになるじゃないですか、うん、めっちゃ喋ってるけどな。いやそう今だからめっちゃ迷惑だと思うんですよっていうアルバイトからこんなこと学びましたっていうことって仕事の場でもそういった別の職種の人を配慮して働けますよっていうアピールにつなげられるんで、いろんな職種の人を巻き込む商社だったりだとか、他の工程と一緒に働くメーカーだったりだとかに共感を生むことができるっていうのは通ります。あざす納得しちゃったー。とかっすよ。悔しい。はい。前提としてアルバイトじゃ弱いとか、はい、長期インターンじゃないとダメみたいなものがやっぱみんなの中に先入観としてあるんで、エピソードとして選ばないんですよね。うん、こうさっきみたいな解像度で深掘らないんですよね、はい。アルバイトって言っちゃダメなのかなっていうふうになって、他の人に伝えないからフィードバックもらえないんですよね。確かに。から損してる。長期インターンをやればいいやっていう思考もおかしいんですよ、うん、やってる内容とどう感じて何を学んでどう伝えるかっていうところですね。そうです。長期インターンの中でもいけるし、アルバイトの中でも抜けてるから内定取れるっていう状態になりますね、うん、やっぱということで、今学生時代頑張ってることがないって言ってる面接直前の方であったりとか、あとこれから就活始める23卒24卒の方とかは、あるっていう前提に立って見返す見直すっていうことをよりちょっと意識してやっていただけたらなっていうふうに思います。ということで、ワンキャリアさんのチャンネルは下の概要欄に2つチャンネル貼ってあるんで、よかったら覗いてみてください。ということで、2人ともありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。